は、マーチトラベルです。ただいま羽田空港から沖縄那覇空港に到着しました。これからレンタカーに乗って最初の宿泊施設に向かいます。今回泊まるのは大人気のハレクラニ沖縄です。国定公園として守られてきた沖縄恩納村の美しい海岸線沿いに立つハレクラニ沖縄。ハワイのワイキキで創業100年以上の歴史を誇るハレクラニが2つ目のホテルとして2019年にオープンさせた話題のホテルです。開業以来大人気のこちらのホテルに今回かなりお得に泊まることができました。今回の動画ではホテルの詳しい宿泊レビューとかかった費用、そしてどんな風に予約をしたのか、どのような内容で泊まることができたのか、詳しいご紹介をしたいと思います。12時59分、ハレクラニに到着しました。
ちらを着ていくとロビーとかも OK だそうで、このままプールなどに行かれるそうです。 B さんで OK ということでした。こちらがパジャマです。あとこのクローゼットが完全にドアで閉められるの でかなり広いので、ここで着替えられたりして便利だなと思いました。定期的に上から冷たいスチームが降ってきます。ガーリックシュリンプ注文してみました。ニンニクのソースだそうです。周りのパウダーがパプリカパウダーです。ありがとうございます。こちらがハレクラニビーフバーガーです。ボリューミーで美味しそうです。ね、こちらがクワイエットプールで、あちらにバーがあります。こちらが16歳以上のお客様向けらしいです。お水持ってきてくださいました。タオルも引いてくれました。この QR コードから注文できるみたいです。フードメニューがスナックが1000円台ですね。でタコライスが2250円っていう感じです。
デザートがマンゴープリンが1150円みたいです。ここでプールのご紹介です。オーキッドプール、150万枚ものモザイクタイルで楽園の花を描いたオーキッドプールはハレクラニの象徴です。キッズプール、お子様のための楽園です。クワイエットプール、16歳に満たないお子様のご利用はできません。併設のプールバーで軽食やドリンクを楽しめます。オーシャンテラスプール、雄大な夕日を望めるサンセットウィングにあります。インドアプール、オールシーズン利用できるインドアプール、水着着用でジェットバスや温泉も楽しめます。最後にフィットネスも少しご紹介します。青い海を眺められるフィットネスは最先端のマシンが揃っているそうです。こちらがビーチになっていて、ビーチの方にも遊びに行かれるみたいです。バルコニーが割と広めです。ちょっと今シャワーを浴びようと思ったんですけど、ここのガラスがない状態で、本当にあちらの開き戸、あちらの扉を閉じるだけみたいで、結構音が気になる人は気になるかもしれないです。今5時なんですけど、ヨガがちょうど始まるところみたいです。海が目の前のところでやるんですね。めちゃめちゃ気持ちよさそうです。こちらがクラブラウンジみたいです。夜のオーキッドプールです。夜も泳ぐいい雰囲気です。ホテルの中にはコンビニ的なものはないそうで、敷地を出てすぐのところ、フロントからだいたい 2,3 分くらいのところにローソンがあるそうです。その先にももう一つコンビニがあるそうです。ハレクラニの駐車場を出たらすぐにステーキハウスかな、仲間っていうお店と、あとあちらにローソンがありました。ローソンの向かいにも仲間っていうお店があって、アグー豚、石垣牛、島野菜って書いてあります。
ローソンは一見うちの近所のローソンと同じ感じなんですけど、こんな沖縄のグッズがあります。紅芋タルトがあります。やった、これ買おう。お、おいしそう。ポーク卵もあるし、チキンナーだって。あ、ジューシーもあります。沖縄らしいおにぎりいろいろあります。なんとブルースイルのアイスもありました。これは嬉しい。あと、ぜんざいバー、名護ぜんざいバーもあります。泡盛とコーヒー。よく見たら先ほどのステーキ屋さんの隣が別の店で、海物語沖縄料理って書いてあります。いいかもしれない。今帰ってきたらターンダウン済ませてくれていまして、こちらにパジャマが置いてあります。あとお水が置いてあります。はいはいはい、グラスが薄いせいかめちゃめちゃ口当たりが良くて美味しいです。なんとボールペンが置いてありました。すごい、ちょうどボールペン欲しいなと思ってたんですけど、めちゃめちゃ可愛い。お店の中がすごく明るくて、外国だとだいたい暗いんですけど、いい感じです。ほかほかのおしぼりも日本らしくていいです。こちらのおしぼりはシークワーサーのオイルを垂らしているそうです。うん、いい香り。ありがとうございます。スパークリングだそうです。乾杯。塩生地を使用したポップオーバーでございます。はい、沖縄県産の車エビでございます。いや、めちゃめちゃ贅沢です。こちらのカクテルソースでお召し上がりください。あとレモンもどうぞって言ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。
ガーリックマッシュポテトハーフサイズです。恩納村産の椎茸です。結構大きい肉厚の椎茸、美味しそうです。椎茸は肉厚で結構歯ごたえもあってとってもいいお味です。でこちらのマッシュポテトがガーリックが結構強めでクリーミーで、こちらもめちゃめちゃ美味しいです。まずサーロインの肉からお手入れさせていただきます。はい、失礼いたします。私もこちらヒレ肉をお手入れさせていただきます。はい、左がサーロインで右がヒレ肉だそうです。カフェのコーヒー注文しました。おはようございます。いつものガラガラ声で失礼します。今朝の6時10分です。ヨガに行くので早起きしたんですけど、お部屋から朝焼けがすごく綺麗に見えます。私マーチトラベル、いろいろ今まで国内外行ってまいりましたが、こんなに夕焼けと朝焼けが綺麗なところは初めてかもしれません。天気に恵まれたっていうこともあるのかもしれないんですけど、めちゃめちゃ堪能しました。今60分ヨガやったんですけど、あっという間でした。めちゃめちゃ気持ちよかったです。朝ちょっと頭痛がしたんですけど、それもすっかり治っちゃいました。結構初心者向きのシンプルな動きが多かったし、先生がねすっごく可愛かったんです。多分主人もノリノリだったと思うんですけど、あっという間に楽しく60分終えました。ただ7時とはいえすごく暑かったので、サングラス必要かと思います。日差しもすごかったし、汗びっしょりになりました。楽しかったです。タオルは貸してくれました。あと水はロビーで配ってました。今朝食食べに行こうと思ってレストランに行ったんですけど、30何組待ちで1時間待ちぐらいということで、電話番号をお伝えして部屋に一旦帰ってきました。電話をかけてくれるそうです。何回でも楽しめますっていうことです。おごのりとゴーヤ、青いパパイヤのサラダ、エッグベネディクトです。いろいろいただいてきました。こちらがミックススムージーです。こちらが主人のです。オムレツ美味しそうです。作ってもらいました。アイスのカフェラテをお願いしました。
これがね、ポキって書いてあったみたいです。雑穀みたいな、押し麦みたいなのが入ってて美味しそうです。本日のパスタです。ゴーヤーチャンプルとしりしりとラフテー、あと焼き魚、生ハム、これがココナッツフレンチトースト。沖縄そばもありました。美味しそうです。はい、でんでんさんのパクリでアサイーボールなどいろいろ持ってまいりました。あるみたいです。皆さんこれから空港に帰られるみたいですね。お水を渡していらっしゃいます。さすがのサービスです。今お部屋に帰ってきたんですけど、これなんかロボットが動いてるんですけど、芝刈り？なんだろう。こちらではウェディングの準備してるみたいです。さっきね、お部屋で前撮りしてる方がいました。いやー、こんなところで結婚式したらいいですね。海が目の前です。3時からカヤックの予約をしてるんですけど、もう焦げちゃいそうに、めちゃめちゃ暑いです。溶けちゃいそう。
この辺になるとテーブルサンゴが多いそうです。100年ものぐらいの大きい塊のサンゴもありました。はい、後ろから風で押されるので、多分先に流されてる。背筋を伸ばしてなる。ホテルの横のビーチに上陸したんですけど、こっちは立ち入り禁止のエリアらしいです。岩の間を通るそうです。で、岩の間にカニがいる時もあるそうです。防水用のスマホケースを借りしてスマホ入れといたんですけど、上陸するときにね、転んじゃってジャブンって水に入っちゃったんですけど、スマホ濡れたんですけど、中水入っちゃったんですけど、なんとか使いました。よかったです。今カヤックが終わりまして、2時ですね。ちょっと中途半端なのと、朝ごはんでお腹がまだいっぱいなので、コンビニでアグー豚肉入り油味噌ポーク卵でございます。カヤックはこちらから出発してぐるーっと行って、で最後あちらの陸の方に上陸して、あの岩の間を帰ってきた感じだと思います。結構充実の1時間でした。すごく楽しくていい思い出になりました。今回初めての宿泊だったんですけど、かなりお得に泊まることができました。どうやって予約をしたかと言いますと、ただリーダーズクラブに入会してそこから予約をしただけなんです。リーダーズクラブは世界400軒以上の個性豊かなホテルが加盟しているザ・リーディング・ホテルズ・オブ・ザ・ワールドのロイヤルティープログラムです。日本で加盟しているホテルはたった6軒だけ、そのうちの1軒がこちらのハレクラニ沖縄なんです。まあそう言っても、入会金や年会費がすごく高いんでしょうとか、どうせ上級会員なんでしょうって思ってらっしゃる方も多いと思うんですけれども、全然そんなことはないです。たまたまそれをウェブで事前に知りまして、今回初めて入会してみたんですね。で、会員の特典がこちらです。私が泊まったのはシルバーウィークの連休だったし、なんせ年会費無料なので、正直あんまり期待してなかったんですね。でも結果的に実際に受けられた特典がこちらでした。すごくないですか？値段にしたら一体いくらになっちゃうんだろうっていうぐらいすごい特典を受けることができました。お部屋のアップグレード、朝食2名分無料、アーリーチェックインとレイトチェックアウト、どれも本当にありがたかったです。で、朝食は3つのレストラン、どこを選んでも OK なんだそうなんですね。
で、お値段がこんなにお高いんです。はい、さすが高級ホテルですね。これが2名分無料になりました。そしてアーリーチェックインとレイトチェックアウトで、レイトチェックアウトは通常12時チェックアウトなんですが、なんと3時までお部屋を使わせていただくことができまして、カヤックの後シャワーまで浴びられて本当にのんびりすることができました。なお入会の方法なんですけれども、もちろんインターネットでやることができますし、日本語で対応しておりますのでご安心ください。ホテルの予約も同様で、そちらのホームページから日本語で予約することができました。で、お値段は他の予約サイトとそんなに変わらなかったんですけれども、キャンセルポリシーが結構緩かったんですね。なので安心して予約をすることができました。ぜひ興味のある方、お試しになってみてください。